あ、すみません。ちょっとお伺いしたいんですけど、はい。金の現物を購入する際に、100万円を超える現金決済が禁止になったんですけど、これってあれですか、経済産業省の要請なんですかね。とします。今、おっしゃっていただいてるのは、例えば先生、田中金属さんとかでしょうか。あ、そうっす。田中貴金属とか、すべての貴金属屋さんが、その10月とか11月から、その100万を超える現金決済を廃止して、銀行口座への振り込みに変更になるっていうことなんですよ。で、その理由、件なんですか。ええ。まずですね、これは法律等々で定まったことではございません。これなんですけど、はい。つい最近もホームページに載ったんで、少々お待ちください。ですね、田中金属さんのホームページに載せていらっしゃいますし、あと最近ですとですね、徳利店さんもホームページに同様の旨をですね、載せているんですけども、これ実はですね、業界の、自主的な取り組みになっておりまして、業界の取り組み？はい、実質的です。と言これはどこのあれですか？いますかですね、徳利本店さんのホームページが一番分かりやすいかなと思ったんですけども、国際的な金取引をやって、またロンドン地金取引市場っていうのがありまして、でそこのガイダンスがですね、昨年末に改訂されまして、その改正されたガイダンスを守るためにですね、田中金属さんですとか、徳利本店さんの方でですね、自主的にこの100万円を超える現金決済を廃止して、銀行取引に振り込みに変更することになったというようなことです。あ、じゃあ、経済産業省が別に要請したわけじゃないんですね。ではございません。はい。ああ、わかりました。別にこれって、マネーロンダリングの防止とか、テロ資金供与の対策って書いてあったんで、この経済産業省が要請したのかなと思ったんですけど、これは大元はですね、国際的なこのマネーロンダリングの対策強化のためにですね、このロンドン地金市場協会っていうところのですね、ガイダンスがより厳しく変わりまして、で、このメンバーになっている徳利本店ですとか、田中金属さんはそのガイダンスに従う形で、100万円以上のお取引については、金融口座の振り込みになった、変更するというような旨の、ご案内をしているところですね。あ、わかりました。どうも、すいませんでした。はい、よろしくお願いはしまい、ありがとうございます。失礼します。す。はい、失礼します。